はい、おまけの夜です。おはようございます。どうも、このチャンネルは深夜ファイナルステージのピラミッドキャンプカルテアトークのチャンネルでございます。朝ですけどね。おはようございます。おはようございます。一本でもね、好きなのステイティーチャンネルでございます。実質新しい上下をつけずに一本でも一杯でも映画がね、映画の話で一本ね、知識に上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。そうです。はい、最近はあの渡辺淳さんのチャンネルまた出てて出させていただきまして、はい、もうほんとすべてはあの柿沼のおかげです。ありがとう。いや、ありがとうございます。さすがですよ、ナムさん。いやいやいや、ラメ日本地図の旅そういや、そういうタイトルだった。そうです、ね、はい、やりたいと思いますけども、はい、朝8時 MGR タウン目黒でございます。で、僕が、うん、本当に大好きなラーメン屋さんがあるんで、はい、そこに行かせてください。はい、わかりました。ちょっと手ぶれがブルブル震えちゃって申し訳ないですけど、あとちょっとうるさいかもね、交通量が。この辺りは激戦区なんですよ。はい、あ、ここラーメン激戦区なんですね。しかもこの化け物級が多い、はい、ここも本当に根強い信者がずっといる、はい、中本とかも別にあるし、あ、中本聞いたことある。麺蒙古タンメンだと思って、あの麺屋黒とかなんかそういう家系のね、はい、店とかあるし、うん、もう何はなくとももう押しも押されもせぬ大レジェンド店、ほう、ラーメン二郎目黒店。ラーメン二郎目黒店は大レジェンド店なんですか。ラーメン二郎目黒店最高ですよ。そうなんだ。相当評価の高い二郎、はい、あとね、はい、カズヤっていうね、はい、カズヤ、そう、図がね、つに点々でカズヤってお店、はい、これでもそうなってくると生き残るだけでも大変なんじゃないですか。そうで、そこはある戦略を取ったんですよ、はあ、いや、まずラーメン自体めちゃくちゃ美味しいと。まず美味しいよ。美味しいラーメンだけじゃ、はい、本当に生き残れないレベルなんですよ。まあ簡単に言っちゃえば、うん、まず出す、そこに出す時点で、うん、まず味に自信なきゃ出さないよね。そう、1個あるとして大前提ね、うん、出したとて、うん、周りがレジェンド級なんだから、うん、行ってみたらさ、うん、こっちの方が食べたいねとか、そうそうそう、ね、ここ来るならあれ食べたいねとかなっちゃいがちじゃん、うん、なっちゃうよね。そこで今から行くお店が取った戦略が、うん、はい、アサラーです。ああ、そういうことなんだ。まさに今俺思ったの、うん、なぜお店が混むのかって話よ。そう、お昼にご飯を食べるから、うん、お昼に人が集まるのであって、そう、夕方時とかね、そう、夕方、夜ご飯を食べるから、うん、夕方に集まるのであって、うん、それはもうでも戦略なんだ。そう、びっくりした。だから、まあ、目黒って、うん、まあ、働き人が多いので、うん、借金明けの人だったり、はいはい、出勤前にとか、うん、そういうことなんですけど、はい、まあ、僕のような豚はブルーで朝起きて、ね、朝起きて、うん、ラーメンに合わせてくると、はい、で朝7時半開店とは言ってるんですが、うん、なんかもう早めに並んでるお客さんがいると早めに開けちゃったりして、最近だとマジで10時ぐらいに売り切れてる。すごい効率がいいね。そのお店がね、うん、何を隠せば知り合いで、うん、ラーメン作りに関しては天才だと思ってた人だ、はい、でもその人からもいろいろ話聞くんだけど、朝3時に仕込むとか言ってたから。朝3時に仕込む、まあ、そりゃそうだよ ね。新聞屋さんと同じノリだね、うん、もう時間帯で。そうそう、新聞屋さんとか豆腐屋さんその、まあ、朝ラー戦略と、うん、そして確かな味、うん、トライ大賞の醤油部門7位に食い込みます。あ、いつですか。今年の2023年。日本レベルで見ても7位ってことでしょ。いや、もう本当その感じだと思うよ、はいはい、この方は、うん、まあ、上京してしばらく芸人やられて、うん、やっぱラーメンだっつって、うん、ラーメン屋さんに、まあ、本腰入れてやって、で念願の独立って感じのお店なんです。それでその結果ですか。そうそうそう、 A ちゃん食堂さんです、はい、長かったねどんなラーメンなんですか。まず、はい、これね、はい、誤解を恐れずに言うと、はい、マジ普通のラーメン。なるほど。でも先に7位って結果も聞いてるんで、逆にすごいね。そうこれね、うん、いや、これ僕の言葉じゃないんですよ、うん、すする TV のすするさんが A ちゃん食堂に行って食べてた感想、うん、はい、あの人いろんな言葉使うよ、うん、めちゃめちゃボキャブラリー豊富だよ、うん、あの人がうまいラーメンの味っつったのもうだからイデアまで言ってるやん。そう、イデア、うん、ラーメンのイデア、俺らの想像する美味しいラーメンのあの味みたいな。あの味、そう、すごいなあれ並んでるの違う。並んでるなあ。あれ A ちゃん食堂だと思う。ついちゃった。で、まあ、寸胴一本炊きという今割とポピュラーな仕事して、うん、なんかこっちでは動物系炊いて、
こっちでは魚介系とか、はい、あるいは野菜ベジ系とか炊いて合わせるみたいな、ずんどう何本か炊いてみたいな、じゃあそこではずんどう1本だけ、男の1本だけはで、時々その限定メニューみたいなの出す、特別な食材が手に入ったら、はいはい、じゃあこの日限定やろうって限定ランナーする、で、その翌日とかも言ったら1本だけだったし、使い切るわけじゃなくどんどん継ぎ出し継ぎ出しやるから、もうどんどん旨味が重なってって、俺ね、A ちゃん食堂が開店する直前に、はい、試食会っていうかプレみたいなのが行われた、3日間行う、3日間、はい、そう、俺3日間とも行ったの、うん、1日目行って大丈夫か、はあ、えちさんこれ出すんすか、うん、翌日行くじゃん、うん、あれうまくなってる、お客さん入れてる、入れてない入れてない、知り合いを、知り合いだけのやつ、そう、ね、だから3日目にちょっとこれやばいぐらいうまいなっていうスープなの、ほうで、しかも当然、うん、3日間でそれなんだけど、どんどん4日目5日目でオープンして、もう、うん、旨味を織り込み続けているスープ、歴史として凝縮してるスープだから、へえ、なんかでも不安定な勝負してるようにも、うん、勝手に思っちゃいますけども、そうだね、うん、下に自信があるんですかね、そうだね、センス、センス、うん、それをまとめ上げるセンスが、センスです、はあ、ノスっていう、はい、もう最近よく言ってますよね、うん、すそのちょっと古い感じっていうか、うん、ちょっと昭和ノスタルジーじゃないけれども、うん、昔の定食屋さんのラーメン屋さんのイメージにちょっと立ち返ろうみたいな流れですか、うん、そうですね、はい、はい、で僕はまあいわゆるただの先祖返りみたいなものだと思ってたんですけど、はい、やや置き去りにされていた大衆性とか普遍性とか人間性みたいなものを取り戻そうとするルネッサンスが、あのその灯火こそがノスだったんじゃないかなと思って、なるほど、でその中で、はい、そのまあある意味では最新型の回答を出したのが船越だったりしたんだけど、うん、A1 さん、うん、A ちゃん食堂はもう思いっきりど真ん中を射抜く、うんうん、ね、レンジャーだったら赤、うん、ドラゴンボールなら悟空、はあ、ラーメンはこれだろっていうのをすごいな、もうだからイデアに近づいてる、あーラーメン食いてーと思ってる時の頭の中にあるラーメン、うん楽しみですね、ほんと早く行こう、わかりました、お腹すいた行きましょう、並んでます、これがもう早朝から途切れないわけです、すごいね、もう美味しい匂いが、
うますぎうますぎわろた、はい、いやよかったです。もうじゃあ早速ですけども、はい、まず、うん、麺は自家製麺で、はい、券売機の裏のスペースが製麺室みたいになってて、はい、これ多分栄一さん言ってるから多分大丈夫だと思うんだけど、うん、うどん用の製麺機を使ってる。あのね思った、特別何かがすっごい特徴があるとかじゃないんだけど、うん、あのスープにはあの麺しかないだろうってぐらいの説得力がある、うんうん、そんな麺、はいはいはい、うん、でもしっかりそのもちっとした噛み応えがあって、うん、がっつりスープを吸い上げる、いろんな旨味を、うん、まあ、さっきも言ったけど凝縮してるような、うんうん、どの食材が出っ張ってるわけでもないし、うん、一言でこうっていうすごく言いづらいんだけど、うん、もう一言で言うと、これほんとごめんなさいパクリになっちゃうんだけど、うまいラーメンの味なんですよ出た本当に大事なパーツとしてやっぱチャーシューってのがあって、うんうんうん、そうですね、そう我々チャーシュー麺頼んだけど、はい、普通のラーメンでもチャーシュー結構乗ってるんですよ、はい、あそうなんだ、うん、多かったでしょチャーシュー多かった、うんうん、でもデフォでも別にチャーシュー麺ぐらい乗ってて、チャーシュー麺になるとすごく肉が多くなる。あなるほどね、海苔も多かったですね、海苔5枚乗ってたね、はいあれはもうほんと多分分かんないけど、なんか5枚乗せてるんだと思う。あで、あのご飯頼んだらチャーシュー丼が出てくるっていう、うん、あの不思議あれはもうデフォなんだ。あのデフォサービスとかじゃなくて、そご飯にその端っこのチャーシューを、うん、まあ、刻んだやつとかがなんか乗ってて、うん、最高だよ本当に。あどうだったっていうか、まあ、めちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しいよね、めちゃくちゃ美味しくて、まあ、まずスープ、うん、一口飲んでめちゃくちゃ美味しいラーメンってなんだろうって一瞬頭おかしくなるような感じして、なんかめっちゃラーメンだなと思ってめっちゃラーメンだよね。そうなんか美味しいラーメンのなんか俺は美味しいにもしかしたらどこか飛躍を求めてたのかもしれない。今までこんなラーメンあるんかを無意識のうちに求めてたけど、求めてそれを美味しいと今まで表現してたのかもしれないと。ほんならすぐそれぐらい飲んだ時にラーメンすぎるっていうか美味しいってなんだろうって一瞬困惑したんだけど、うん、あれと思って2杯飲んで、うん、3杯飲んで、うん、なんか思わず俺もう4杯ぐらい飲んで、あのその時気づくんだよね、うん、止まんねえそうあれれれれれみたいな感じで、でそれでなんかなんとなく分かったのは、確かにいわゆるもう本当にラーメンの味なんだけど、うん、南部が言ってたように動物系とか鶏ガラとかの感じじゃない旨味、うん、みたいなものがこうあるから、うん、どっか素朴さとは別のなんかもうちょい高次元な旨味みたいなのをちゃんと感じるから、うんうん、その超ラーメンなんだけど深みのあるうまさみたいなのもしっかりあるから、あこれは美味しいラーメンだって4杯目5杯目ぐらいでそうだ、ね、まず確認し、うんうん、で麺食べたら、まあ、まあ最初はね、あなんかちょっと太めの、うん、なんか繊細なっていう感じよりはどっか、うん、ある種やぼったいような、そうやぼったい感じがあるなと思いながら食ってたわけよ、うん、でまあチャーシューいくじゃない、いくよね。そしたらチャーシューがさ、うん、これまたさ想像通りのチャーシューだなと思ってなんかさよくさ、ね、中華料理屋とか行ってさ、うん、まあじゃあザチャーシューですみたいな来た時に、うん、あチャーシューだなって思って食ったらさ、うん、なんか硬えなとか、そうだから、あなんか八角の香りがふわっと仕上がるなとか、うん、あるよね、あるじゃん、甘いなとか、そうそう、その時に毎回思ってたチャーシューじゃねえなって思うのよいや、なんかさ、うん、チャーシュー麺頼んでみたけど、うん、あこれだったらチャーシュー麺じゃなくていいなとかたまにあんのよ。わかるね、うん、でもそうじゃなくてめっめっちゃラーメンのチャーシューとして、うん、大正解みたいなのが来るから本当そうなの、ね、で立ってもないとんがってもないんだよねチャーシューの味がね。そうすごい、本当にラーメンで食べる最高のチャーシューの味加減になってて、うん、美味しいなと。で俺海苔かぶってたから、ね、チャーシュー麺って言ってもそんなないよかなって海苔外したらめっちゃ入っててそうわらわらと出てくるから、そうチャーシューがで、あありがとうございますみたいな感じで食い進めて思ったのが、ね、あれこれ食い終わるじゃん、うん、でそこで南部にねあこれ大盛りでいいなって言ったじゃん。大盛りでいいの、大盛りやった、いや大盛りないよ。あないんだ嘘でしょと、俺はもう少なく感じたのよつまり俺が思ったのは、うん、終わっちゃうじゃんと、答
このラーメン体験が。そう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 。今俺がラーメンを食べてて、うん、めちゃくちゃ美味しいっていう、うん、この状況、うん、まだ海苔あるし、うん、チャーシューもこんだけあるのに終わっちゃうじゃんって。もうなんか面白い本がこれぐらいだみたいな。そうそうそう、え、終わっちゃうんだもう、あ、マジ俺続きあると思ったみたいな、うん、でもちょっと今お腹を感じてみて。お腹ね、お腹いっぱいでしょ。そう、お腹いっぱいで食べきった時しっかりお腹いっぱいで満足度はすごい高い。満足度高い、うん、あ、ラーメンのイデアなんです、うん、そうね、うんうん、完璧なラーメンこの時代によ、2023年に、うん、あのラーメン出すって、うん、もう強烈な自己主張を感じない。いろんな食材がある。牡蠣のラーメン出すお店もある、うんうんうん、もうここのお店はもう超地鶏です、うんうん、なんか比内地鶏です、うん、いろんなラーメンがある、うん、麺もこんな感じです、うん、スープもこんな感じですみたいな。そんな中で俺はこういうラーメンがうまいと思っとるんだっていう、うんうんうん、もう強烈な右ストレート。あー、そうね、うん、レンジャーで言ったら赤。あ、そう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 。ドラゴンボールで言ったら悟空、うん、なんか主人公だと思ってるよね。そう、あのラーメンね、そう主人公なんだ、うん、分かるよ。だからそっからヒエが好きだったりとか、うん、ね、ベジータが好きとかいろいろあるんで分かるんだけど。分かるけど主人公あれじゃんって。ありきだからありきなのよ。まああんまね、こういうこと言うとひいきだと思われたくないからあれなんだけど、うん、まあその A ちゃん食の店主の H さんと、うん、もうほんと仲良くさせていただいてるんです、うん、で H さんが芸人辞める前から、うん、ラーメン好きなんですっつってよく喋らさっていただいて、うん、で H さんがはもともとそのね、凪っていうところで働いてたんですね、うん、あ、そうなの。はい、あの新宿にある、そう、はい、煮干しの凪よく行きますよ、はい、うん、まあ凪出身のね、うん、江本さんという方がいらっしゃいまして、その方が巣鴨でやってる丸江中華そばってところで、うん、まあ、ちょっと曲がり営業なんかしながら、うん、中華そば江本っていうところで、うん、いわゆる雇われ店長みたいなことやって、うん、でもう H さんがもう自分のラツワンを振るい、うんうん、その有名店にまで押し上げたんですよ、うん、中華そば江本、うん、で満を持しての独立ってことで、うん、その間やっぱ H さんは H さんでそのこういうラーメンどうとか、うん、ああいうラーメン作りたいとか、うん、H さんのラーメンを食べる会みたいなのがあったりするんだよ、うん、でもうほんとその度に思ってたのが、うん、いやこの人天才だなって、うん、もうなんどんなラーメンでも本当は作れるんですよあの人、ほうほう、それこそ凪にいたぐらいだから強烈に煮干しが立ってるようなピーキーなラーメンを作れるし、ね、結構真逆なイメージだよね、うん、いろんなラーメン作れるんですあの人、うん、本当はで、うん、いろんなラーメン食べ歩いてるか知ってるし、うん、そんな栄一さんがじゃあいざもう俺は一生ラーメン屋さんをやるつもりであると、うん、もうクソジジイになるまで、うん、まあ、栄一さんも言ってた、うん、あの店を僕はもう80歳になるまで続けたいみたいな、うん、ラーメン人生をかけるラーメンってなんだってなったら、うん、あれだったんだねやっぱ。なるほどね。でもさ、ちょっと楽しみなのは、うん、40年後のあのラーメン食いたいよね。ほんとそう。でさっきも言ったけど、うん、やっぱうまみがどんどん深まってってて、うん、やっぱうまいなって毎回思うのよ。ってことは毎回うまくなってんのよ。なるほどね、うん、だから俺初日食ったんだから。あ、そう、初日マジ全然だって。ほんとにラーメンが好きっていう人は絶対行った方がいいマジで。であのその過不足ない丁寧な接客ね、うんうん、あ、でもそれも今聞くとさ、なんかほら俺の横のおじさんがさ出てたらさ、うん、あの寒いですか、風邪ひかないようにしてくださいねみたいなことを言ってたのよ。ポロッと言ってたね、出て側にね、うん、人間関係も丁寧だしラーメン作りも丁寧だし、うん、あの食べ終わった後丼を上に上げるじゃん、うん、でそれを忘れたお客さんがいたんだよね、うん、でエイジさんがすいません丼上に上げていただけると助かりますみたいな、ですいませんって上げようとしたら隣の もうおじいちゃんが、うん、ってそんなこと行われてたの？あの時？そうそうそう。そんなドラマが。だから、うん、なんていい店だ。だからそういう世界観を作りたいっていう、うん、結構なんか明確な意思目的があるんだね、なんかね。だと思う。うんうん、うん、はい、ということで、よかったです、ありがとうございます。はい、じゃあまた行きたいと思いますので、さよなら。